姫パン、いかが？サクサクのクロワッサン生地からあふれ出すのはたっぷりのクリーム。最高。SNS 映え抜群、ニューヨークからやってきた、それが今話題の進化系クロワッサン。訪れたのはエミフルマサキ1階にあるベーカリー、サキモトベーカリーカフェ。焼きたての食パンがずらりと並ぶこちらのお店は現在全国に20店舗、大阪難波の本店では行列が絶えないことで有名の高級食パン専門店なんです。テイクアウトはもちろん、イートインでもこだわりの食パンメニューを楽しむことができます。そのベーカリーが持つノウハウを生かして新たな商品を生み出し人気が出ているのがクロワッサンなんです。生地の折り込みにこだわっておりまして、一般的なクロワッサンは36層なんですが、サキモトのクロワッサンは108層と3倍ほど生地を折り込んでおります。そうすることで生地が薄く重なり合い、サクサクの仕上がりになるんだそう。外側はちょっとカリッとして、中が、粒子というか柔らかいね、美味しい。お客さんからも人気。さらにそのクロワッサン生地を生かして今回新たに登場したのが、まん丸な形をしていてチョコのようなソースがかかっていますが、丸いクロワッサンです。なぜクロワッサンなのに丸い形？今海外でトレンド商品の入力ロールなんですが、いち早く愛媛でも取り入れてたくさんのお客様に来ていただきたいと思いまして販売を開始いたしました。発祥は日本ではなくニューヨーク。ニューヨークにあるベーカリーで大行列ができるほど人気があったのが話題となり、国境を越えて流行していったことが始まりです。そんな進化系クロワッサンが愛媛のベーカリーにもやってきました。その名もサキモトのニューヨークロール。チョコレート、ストロベリー、ミルクと3つの味があります。中でも人気はミルク。ニューヨークロールさん、はじめまして。いただきます。あふれ出してきますよ。何層にもなったクロワッサン生地が結構しっとりしていて、その中からふわっとしたクリームもあふれんばかりに出てきます。これはもう大満足ですね。すごいな。北海道産の発酵バターや北海道産牛乳など厳選した素材を使っております。薄く重なり合ったサクサクの生地と中のたっぷりのクリームをご堪能ください。見た目の可愛さだけではない、厳選された素材と時間をかけて作られた繊細な味を追求したパンです。今全国的にブームの来ているニューヨークロール、ぜひサキモト愛媛店で味わってください。店内のイートインも利用できるので、ぜひ一度手に取ってみては。姫パン、いかが？大きなパンから
あふれ出すクリームはまさに SNS 映え。続いてやってきたのはベーカリーではなく洋菓子店、西条市1日にあるフェアリーテール。フェアリーテールとはおとぎ話という意味で、店内には本格的なケーキに可愛らしい焼き菓子などワクワクするお菓子が100種類以上もあるんです。昔はやっぱりこうかっこいいものを作ろうとか綺麗なものを作ろうとかあったんですけど、もう最近はやっぱり楽しいものを作りたいなっていうのもあるんで、流行りのものちょっと面白いものを取り入れながら柔軟にやるようにはしてます。遊び心あふれたオーナーはかつて東京のスイーツ店やフレンチレストランなどで10年間腕を磨いてきた経験の持ち主なんです。その豊富な経験を生かして今回初めてパン作りに挑戦しました。パンにはパンなんですけど、やはりそのパンに寄りすぎてしまうと面白くないんで、イーストの量を減らしたり、普段より加水率をちょっと減らしてみたり、あと折り込み具合をあんまりその増やさなかったりで、発酵時間もすごく短くしたりとかして、お菓子屋さんでやるパイとそのパン屋さんでやってるディニッシュ生地の間ぐらいの形のものをやるようにしてます。焼きたての生地はいい音。そこに自家製のクリームをたっぷり入れ込みます。しっかりカスタードクリームが炊き上げたりはするので、まあ、割った時とろっと出てくるように調整するっていうところにおいては、やっぱり色試行錯誤しながらやってます。味は全部で4種類、その中から僕のおすすめのピスタチオのニューヨークロールをぜひ食べていただこうと思いまして。この大きいですけど、そうなんですよ。どうやって食べたらいいんですか。もうバクッとかぶりついてもらって、バクッと、はい、中から出てきたりしないですか。もう下で受け止めますんで受け止めてください。バクッといってもらってでは早速、はい、こちらいただきます。あ、待って、顎がそう、実はこの店のニューヨークロールは直径12センチ。そして厚みもなんと5センチほどあるんです。もう一回いきます。最高。ありがとうございます、濃厚なピスタチオがたっぷりクリーム入っていて、この甘すぎないのがいいですね。そうなんですよ、うん、はい、やはりサイズが大きいので、うん、あまり甘くならないように、はい、ただ豆しさはしっかりあるピスタチオで、はい、なんといってもこの生地がねパリッサクッとしていて最高ですね。ありがとうございます。大きなニューヨークロール、この大きさにこだわったのにも訳がありました。ニューヨークの方でそのインスタグラムとかで流行ってるものが皆さん大体大きいサイズでやられてるんですね。うちはやはり本場のものをっていうことも踏まえて一番大きいものをと思ってご準備してます。今話題のニューヨークロール、お腹も心も満たされる美味しさでした。